え、みんな変えたわけ？氷堤公園のランブロ。変えた人は本当におめでとう。グッジョブ。で、変えなかった人、ペロッペロに絆めあおう。まだ買う機会あるからね。最速で買えなかったよってだけなんだけどさ。で、なんで買えなかったかっていうと、ある日の昼12時からネットで販売開始だったんですけど、まあ、売り切れるじゃん、そんなの。だって、プリンスオブテニスのさ、写真なんてもんが売られてたら、それはみんな買う、こぞって買うし、で、あれやばいじゃん、写真自体も。見てない人ちょっと見てほしいんだけど、コメントのとことかにわかんない、どっかに URL 貼るから、ちょっと見てほしいんですけど、プリンスたちの自撮り風のブロマイドっていう、あんなもんさ、もう頼むから撮影風景を見せてくださいと言いたくなる仕様の、もうブロマイド。あんなの欲しいじゃん、みんな。じゃあ、12時ちょうどにスマホに貼り付いて、ちょうどにバーって、アクセスすれば買えたかもしれないじゃん。できなかったんです、それが。それはなぜか。この世にはね、労働っていうちょっといただけないシステムが存在しまして。で、私も大人である以上、不本意ながら社会の歯車に組み込まれてるんで、12時ちょうどにスマホ持ってこう、待ち構えておく、スタンバっておくってことが、ただいまの労働環境上不可能なんですね。なんで、悪いのは本当に全然在庫の状況とか、そういうことじゃなくて、労働です。労働が全て悪いです。もう本当に、私もう本当に労働って大嫌い。労働は私のこと好きかもしれないけど、ごめん、気持ちには応えられない。まあ、労働は憎いけども、もう労働のない時代に生まれてくればよかった一度の人生って思うこと多々あるけど、でもそしたらテニスのおじさまには出会えてないから、まあ、致し方なしといったところでしょう。でもだよ。でもさ、日本の写真は公開されてるわけ。だからどんなブロマイドかっていうのはもうさ、必死こいてスマホの画面うーって見てさ、確認してるわけ。だったらさ、もう開封したつもりになることって可能なんですよ。わかりますか？むしろいつかこう実際に手にする生で見る日のために、こうやって予行演習の一つや二つしておかないと、急にキャパシティ超える、イケてるメンズの自撮り風ブロマイドなんてブワーって、並べてたくさん見ちゃった日には死んじゃうかもしれないからさ。氷堤学園のメンバーのランブロをこう、エアで開封しようと思いますね。その前にさ、ちょっとこれ開けてっていうことで教えてもらったやつ、見つけたやつちょっと買ってきたから、それ先にちょっと開けていいですか？コナンは前回2枚だけだったんだけど、これはシールが5枚入ってるやつが2つあるから結構な情報がね、手に入るかもしれないよ。なんか一応映画は多分一通り見てはいるんだけど、内容とかは、1回ずつぐらいしか見てないのも多いから、もうほとんど、キャラクターの関係性とかも全然わかってないです、名前とかも。だから、映画も、印象に残って、タイトルとかとリンクしてなくて内容が、印象に残ってるのが、前回のなんか動画の概要欄かどっかに書いたけど、ゲンタが人の飲み物勝手に飲んで、なんか喉壊してリコーダーで会話試みるみたいな、やつと、あと、なんかゲンタがめっちゃなんかすげえ高いところから、めっちゃ序盤でね、落ちそうになって、てかなんかほぼ落ちて、ゲストキャラみたいな女の人に助けてもらう映画と、ね、なんかめっちゃ正体教えてくんだけど、新一はまだいいよ。新一が子なんてことはもう基本の木だから知ってるけど、なんか愛ちゃんとかさ、隠して生活してんでしょ多分。二人ともそうだけどさ、バレたらやばいんじゃないの灰原って正体。スーシェリーって書いちゃってるけど。大丈夫そう心配だよ。これさ、合ってる？あの人じゃないの？赤井さん？赤井さんで合ってる？似てるよね？めっちゃ似てる人？で、そうだよね。でも若かりし頃のみたいな。なんか後ろ髪ない？これさ、どっち？これコートの一部だとしたら何のファー使ってたら、縦髪みたいになって。髪の毛だよね？ロングヘアなんだ。どっちが本当？ニット帽みたいなやつ被ってるもんね。ニット帽の中に全部しまい込んでるね、多分。大変じゃない？この二人がさ、カップルなんだよね。色に匂わせじゃん。見て。オレンジと緑、オレンジと緑。匂わせてきてんじゃん。やるね。名前さ、京極さんだっけ？やばい、隠されちゃっててちょっと、わかんない。誠でいいのかな、多分。わかんない。目元とかかもしれないけど。これ名前だよね。京極誠さんで合ってるよね、多分。このカップル、いいね。まず、めぐれさんの下の名前ってそうなんだ。へぇ。13人兄弟の末っ子とかかな。かわいい末っ子だとしたら。これもかわいい。てか、白い衣装ってさ、冷静に考えたらやばいね。怪盗でしょ？目立つに目立つじゃん。自信の表れかな。でも似合うよね。よし、これさ、生物って書いてない。アムロさんはさすがに知ってるよ。でもさ、なんか名前5個ぐらいない？なんか使い分けてるよね。アムロさんって呼ぶのが一番さ、失礼に値しないかがちょっと不安なんですけど、めっちゃ狙われてるよ。笑ってる場合じゃないよ、もう。やばいよ、これ。A3 ね。このさ、気になるんだけどさ、マットな質感で再現ってさ、何？再現って何？この人たちがマットな質感ってこと？ツヤ系メイクの人はいないんだ、A3 には。多分吸血鬼だ。首を押さえてるのは、ただ血吸わせてもらうときに、ここの辺にちょっと歯型つくだけだからって言ってる、説明してる時のポーズだ、これは。泉田あざみさんというらしいです。なんかさ、ここにさ、オータムって書いてね。オータムって書いてない？秋好きなんかな？過ごしやすいよね、秋一番。この表紙にいる方が出てきた。ダメだ、なんかさ、このゲームだよね、スマホのゲームだよね。がさ、なんか恋愛要素があるのかないのか、どういうゲームなのかとか分かってないからさ、なんか恋愛ゲームなんだとしたら、好感度がさ、低い時にさ、お前への好感度はこのくらいだぜってやってる、手のやつにしか見えん。裏返したらめちゃめちゃ豪華になった。予想外が豪華になった。天マスメラギ、かっこいい名前も。やっぱイケメンは名前までかっこいいんだな。サマーテループってさ、あれ劇団なんだね。春夏秋冬に分かれてる、だから4人なんだ。表紙にいた4人は、多分春夏秋冬のそれぞれの代表的な人物なんだね、きっと。
宝塚みたいシステムがかっこいいね。さて、評定のランダムブロマイドを開封するぜ。わあ、ジローだ。嬉しい。今思ったけどさ、評定公演、今まで開けてきたブロマイドとかカードと違ってさ、評定公演まだ始まってないからさ、こうだったなとかさ、そういうこと一切言えることがないわ。正確に言うとさ、続投してるのが、数名いらっしゃるんですけど、正式なっていうこととなると、後でしか見てないってことになるから、後で以外、未知だわ、ちょっと。にしてもジロー顔かっこいいな。サンプルの写真だけで、十分伝わってくるな。顔整いすぎじゃね？あと、自撮りの仕方がさ、こう慣れててめっちゃかっこいいんですけど、自撮りに慣れてる中3男子。滝萩之助だ！滝、麗しい、鼻高くね？鼻筋ブルジュハリファぐらいあるじゃん。滝ほどさ、いい匂いがすること確定の中学生男子もいないよね。押したりレースターじゃないですか！ゆうべ、あとべ、と長電話しておそんまで話し込んでしもたからやな。めばつく歌ってるじゃないですか。押したり、腕長いな。かっこいいな。あと手前に若干手が映ってるっぽい。感じするのがめっちゃ好きですね。シシドさ、左手の位置がめちゃめちゃにくいな。そこに左手を添えるか添えないかで話変わってくるもんな。かっけえな。日吉若し、2年。プロフィールを日本中に知られている男。あのさ、マジで顔かっこよくない？マジで顔かっこいいんですけど。この角度でこの近さで、写真撮られたら、人間って死ぬようにできてると思うんですけど、なんでこんな綺麗なんですかね。もうやだ、このままさ、動物の森の家具として飾りたい。大鳥だ！大鳥のこの自撮りの仕方なりめっちゃかっこいいんですけど。大鳥ってすっげえ冬のイケメンって感じするよね。なんか冬って季節を自分のものにしてる感じする。早くメルティキスの CM 出ろし。あ、アトベ敬語だ。アトベはもうすでにアトベとして何度か君臨してるけど、なんかめっちゃ思うのが、足が細い。で、ただ細い、ただ普通の細さっていうんじゃなくて、なんか本当にテニスの王子様のあの絵の細さって感じしない？すごいよね。スラーっと長くてさ、すっげー細いじゃんみんな足。本当にあのまんまのさ、スタイルっていうか、だから後ろ姿でさえも完璧にアトベって感じがする。すごいよね。あとさ、可愛くない？可愛いよね。なんか、アトベのかっこよさとか、高貴な感じとかも完璧なんだけど、完璧にアトベなんだけど、かつ、可愛いよね。なんか、楽しくてしょうがない、もうこの場が、みたいなさ、雰囲気すげえ伝わってきて、めっちゃ笑顔になれる。隅っこ暮らしとか好きそうだもん。アトベ、高い声すっごい出るよね。すごい綺麗な高音出る。多分そのうちさ、あーとかやり出すよ。余白の把握能力皆無バージョンの後で。ぬかひがくとかわいい。このぬかひのさ、自撮りの体の角度っていうか、そう、余白の作り方みたいなのがさ、あれなんかあれだね。普段他のさ、人と自撮りすることが多いから癖で、人の入る空間作ってるみたいな感じしてかわいいね、これ。カバジマジで好き。おで、カバジ好き。続投マジで嬉しいカバジ。ってか何この自撮りすげえかわいい。膝まで映ってることありますか、自撮りで。かわいすぎるんですけど、絶対さ、絶対カバジめっちゃ見ちゃう。もうすげえさ、双眼鏡で前歯剥き出しにしながらカバジのことさ、ずーっと追っかけちゃう。やだー。やった、余裕でコンプリートしちまったぜ。氷のエンペラー、氷帝。氷のエンペラー。